Hello，大家好，我是 Sandy。我今天呢要给大家介绍一款水油分离式的 All-in-One 产品。所谓 All-in-One 呢，它就是多效合一的产品。那我们平常用的产品呢，它基本上可能是比较单一，比如说它能保湿，或者说只能是抗皱这样等等。但是呢，有这个多效合一的产品呢，就非常方便，尤其像我们出去旅游的时候，只要带上这一款产品，就解决了所有的麻烦。那究竟是什么样的神奇产品呢？跟我一起去看一下吧。那就是这一款呢，是由世界级著名设计师 Michiko Koshino 女士与日本沙林化妆品株式会社一起为当代女性联合打造的这样一款高端的品牌。那这款复活修护精华面霜呢，它的外形呢看上去像一个荔枝，所以它有一个特别可爱的名字，叫做 Coco 荔枝霜。那今天呢，很荣幸能够请到日本沙林化妆品株式会社的产品开发者岩谷女士来为我们介绍一下这款产品。嗨，サンディです。今日よろしくお願いします。シャルディ化粧品渡りです。よろしくお願いします。はい。早速なんですけど、今回の商品はどのような商品ですか？はい、こちらリアルオーリーワンといいまして、私どもシャルヌ化粧品と越野美智子先生がコラボレーションしているコスメシリーズの中で人気ナンバーワンの商品なんです。是日本最人气的一款商品哦。どういったところが特徴ですか？はい、ここにちょっとまとめました。一つ目が2層式特許技術なんです。二つ目が赤色の秘密は純金、三つ目が130種類の美容成分配合なんですよ。なるほどです、はい、じゃあ早速なんですけど、サンディさんちょっと蓋を開けてみてください。はい、リアルオールインワンは二層式という、はい、唯一無二の珍しい特徴の化粧品なんですよ、はい、そうですよね。它这个是完全就是两种质地的。哇，ちょっと撮ってみます。はい。先来上面呢是一层这样的啫喱状的，然后呢，它这个下面中间这一块呢是一个白色的乳状的。它这样的技术呢是在日本它是有获得这个专利的。是特殊的一个技术。しかも実はこの赤色の秘密は純金なんです。純金なんですか？はい。純金は普通は金色ですよね。はい。だけどお肌に浸透させるために細かくナノ化するんです。そうすると純金は不思議と金色から色がこの赤色に変わるんです。あ、そうなんですか。はい。しかも純金はお肌に張りとか艶とか保湿。あと美白とか。そうなんです。はい、はい、本当にすごく肌にいい美容成分なので、とても贅沢な美容成分なんですよ。そうですよね、純金の化粧品も本当に贅沢ですよね、はい、だからお肌がツルツルになっています。あと純金以外にもプラセンタ、アスタキサンチン、はい、セラミド、温泉水で、はい、全部で130種類の美容成分がこれ一つに入っているので、で長時間しっとりするし、すごくツヤツヤのお肌になれるんです。はい、確かに。我自己呢也是 Coco 荔枝霜的爱用者。当大家皮肤感到很干燥的时候呢，晚上用了之后，第二天你的肌肤呢就会变得很有光泽。那这样的话，大家都是可以很放心的使用的。使い方簡単ですよね。そうなんです。この赤いジェルと白いクリーム、これを本当にこれで取り出して。はい、顔と首に一回塗るだけで OK なんです。あ、そうなんですか。はい、サーディさんはお若いので、うん、本当にもう一回で全然大丈夫です、はい、あとはやっぱり30代とか40代でこう年齢が上がってくると、うん、やっぱりみんなこういう目元とか、はい、ここのシワとか、はい、いろいろ気になってくるので、はい、そういう人はさらにこの白いクリームだけを後で取り出して、これをトントントンこうやってトントントンってポイントケア、アイクリームとかみたいに使えるので、はい、はい、とっても便利なんですよ。そうですよね。那真的是还蛮方便的，因为可能是随着年龄的增长嘛，我们可能会说眼角有些小细纹啊，或者是法令纹，这些呢用了之后呢都是可以淡化这些小细纹的。はい、リアルオールインワンは品質管理もしっかりされた日本製の化粧品なんですね。はい、今日はここ製造工場に来ていただいているので、はい、ぜひ一緒に。はい、製造しているところを、はい、見学していただけたらなと思います。よろしくお願いします。お願いします。とっても清潔で
設備も整った工場ですね。はい、そうですね。あそこにリアルオリーマーが今作られて流れてきてるんですけれども、あのように一つ一つ人が目視して商品を検品してるんですよ。だから日本製らしくて安心ですね。そうですね。ちなみにリアルオールインワンには他の商品とかありますか？はい、一応ここに並べたんですけれども、こちらがシャルーヌミチココシノシリーズになっています。たくさんありますよね。はい、そうなんです、うん、なんかおすすめありますか？はい、ちょっと面白いのがこちらです。はい、ちょっと触ってみてください。はい、あれなんか柔らかいですよね。はい、でもこれ石鹸なんですよ。あ、そうなんですか。はい、プルンプルンの、こんにゃくみたいな石鹸で、はい、泡を立てずに洗う石鹸なんですね。はい、なので乾燥しない、はい、洗顔石鹸で、はい、日本らしいこんにゃく石鹸ということで、これも結構面白い商品ですね。うん、面白いですよ、はい、本当に。あとはこれですね。こちらはクレンジングメイク落としです。これもリアルオリンワンと同じように130種類の美容成分が入っているクレンジングなんですね。はい、はい、なので美容液でクレンジングするような特徴を持っているので、はい、本当に乾燥しなくてメイクがきれいに落とせる、そんなボタニカルクレンジングになっています。はい、でオイルカット、全くオイルが入ってないので、例えばまつげ、はい、今つけてます。はい、私もしてるんですけども、まつげ使えちゃうので、すごく私もこれはもう絶対に必ず、そうですよね、はい、私もこういうのが欲しいですよね。はい、そうなんですよ。まつげ伏せされてる方って、はい、綺麗にね、こう、うん、柔らかく綺麗に落とせるのじゃないとやっぱりダメなので、はい、だけどオイル入ってるとね取れちゃうので、はい、そうですよね。はい、こちらだとオイルが入ってなくて、はい、130種類の美容成分が入ってるので、すごく人気があります。もう本当にいろんな商品がありますよね。はい、たくさん魅力商品もね、はい、本日本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、谢谢。那今天呢真的非常感谢他们的产品开发者岩谷女士带我去参观了他们的工厂，了解到了 Made in Japan 化妆品的制作过程与细节，当然也了解到了很多化妆品的知识。那大家要是感兴趣的话，可以手动搜索一下他们的官方网站。那我们今天的视频就到这里结束啦，我们下次再见，拜拜。